これね、友達にこんなん出したらラーメン屋に怒られるよっていう風に言われた最高レベルに濃厚な至高の味噌ラーメンの作り方です。なるべくね、細かく切るんですね。ちょっと叩いていきます。揉んで粉にしておいてください。ごま油小さじ2杯入れてください。多少焦げ目がつくぐらいで大丈夫です。水、これ 300cc、 砕いたカツオの粉、みりんを大さじ1杯、お砂糖小さじ半分、料理酒でも大丈夫です。肉を入れます。はい、これですね。で、これで一旦沸かしますね。あ、火はね、弱めていいです。出汁が入ってないのにしてください。辛いの苦手な方は豆板醤の代わりに味噌を入れてください。長ネギもね、入れていきます。そして半分香り付けて入れましょう。ここでも入れちゃいます。はい、今回僕は1人前で全部やっておりますけども、2人前にしてなかったら2倍作ればいいだけの話ですからね。お、たっぷりだね。私も立ってますね、すごくね。小ネギがあるといいですね。こんな感じですね。